週間も戦場に拘束されるというの。そうだな。これな。これじゃない。Something equipped should be far away from you. ねえ、キース、この船ってクイードとソルシエの共同開発だから、お披露目として両国を往復するのよね。でも、地図では1週間で行って戻れるような距離じゃなかったと思う。カタリナ、お前もしかして。姉さん、いろいろ説明したはずだけど。さては、浮かれてつい。ええ。はあ。まあいいよ。確かに実際就航するのは、ブラン海峡を挟んだソルシエとクイードを結ぶ航路なんだけど。え？今回は、ソルシエでのお披露目ということですからね。クイードへは行かず、ブラン海域の手前で途中で折り返す。ああ、折り、ええ、リンクルム号の国籍はソルシエになっていますから、国境を越えるのは少々面倒なの。正式に就航していない疲労会の段階では。え、この船ってソルシエの船なの？こんなにクイードの技術が入ってるし、友好のシンボルなら二国間で。残念ながら、まあ、そ、それに、え、でもどこに使われてるのかしら。長期間の船旅が快適に送れるよう、細やかなフォローに使われているそうですよ。例えばあちらです。風魔法があれば、凪でも安定して砲へ火星を送れるので、クルーズ船として計画的な運航が可能になるとか。あ、なるほど。ええ、同じく風魔法は空調管理にも使われているとお聞きしましたわ。これだけ大きな船ですと内部の空気は淀みますからね。うんうん。他にも魔法を使った浄水、増水設備を作り、戦場での安定的な水の供給も可能。魔法が使われているとお聞きしましたわ。世界で初めての魔法船とでも呼べるかもしれませんわね。ああ、結構いろんなところに使われているのね。ちなみに、その増水技術と炎の魔法を。おお、それは楽しみですね。他にもライブラリーやギャラリーラウンジ、カジノやプールなど、さまざまな施設があるという話だ。で、プール？プールまであるの？無理はしないでくださいね。Gonna stop here just for a brief minute. With a new seal logo. And resume next time we get to the pool decision. For a quick intermission break, then organize the videos. So be sure to like and subscribe and all that good stuff. See you next time. お腹が空いたならお茶にしない？Gonna try to focus back on Fountain if I'm able to, if I have the energy for it. If not, then we'll just probably do more Gundam Extreme Moxie Boost, or the latter, Persona 5 Tactica, but I really could care less for that last one. Either way, I really enjoyed this. Might make a clip for TikTok later. Thank you for watching, I'll see you next time. Follow me on Instagram, GundamSM30. Going back to EFC. Thank you. Going back to EFC on Twitter. Actually, to avoid any more issues and controversy. Backbill, 20XX, TikTok, and Tech3 on Facebook. Thank you for watching. Have a good evening.